浅川、72番の堤、73番関口、77番岡田、そしてランニングワーカー32番の小泉。ディフェンスに来まして、さあまたモーションになって、今度はボール渡します。まだ立っている、押し込んで、これもファーストダウン。アイフォーメーション、テールバックにボールをピッチ、ここは上がれない。突っ込んできたのは明治学院大学、42番宮島仁太郎、ここが狙います。7番を蹴って成功です。32ヤードのフィールドゴール成功、専修大学が先制。ボールを小泉に渡す、真ん中押し込んでくる、抜けた、ファースタン取りましたね。ファースタン獲得しています。右にレシーバー3人にしました。その右サイド、松葉にピッチ外して上がる、さらに外して前へ出る、松葉のランプレー、ファーストダウン獲得。明治学院、しかもワイルドキャット、橋本21番がクォーターバックに構えます。その橋本が人の大方へ突っ込んでタッチダウンです。ランニングバック21番橋本和樹、1ヤードのタッチダウン。ハンドフケイチで自分で行く、抜けてくる、真ん中抜けた、ファーストダウン取った、さらに進む、まだ立っている。大きなゲインになりました。コートに2人ずつ、山本がパスを狙う、長いパス、インターセプト。1番牧田がリターンに入る、明治学院大学のインターセプト。パスインターセプトはディフェンスバックに人を寄せて、フリーフリッカー、高岸が長いパス狙っていった、9番高岸がパスキャッチ、エンドゾーンどうだ、タッチダウンまでは届かなかったか、しかしロングゲイン。お、パスだ、高岸が浮かせたパスをエンドゾーン、高岸がキャッチ、ワイドレシーバー9番高岸と1ヤードのタッチダウンレシーブ。エンプティ体系から山本が自分で行く、右サイド抜けてきた、さらに行く、敵陣入った、タックル引きずりながらファーストダウン獲得です。クォーターバック長いプレッシャーかかる、山本のパスはサイドライン際、取ってサイドラインに出ます。4番加賀智樹へのパス成功で、これでファーストダウン取ってます。エンプティ体系に構えた、山本がパスを真ん中通した、そのままかわしてエンドゾーン飛び込んだ、タッチダウン。専修大学15番蓮見正孝へのパス成功。テールバックに渡さない、山本のパスはフルバックへ、タッチダウン。フルバック20番北川明、エンドゾーンにボールを運びますね。レシーバー3人、クォーターバック真ん中、自分で行ってエンドゾーン、トライフォーポイント、2ポイントコンバージョン成功です。学院大学のフィールドゴールトライ、キックを蹴って距離は十分、どうだ、成功です。17対17、試合残り時間3分42秒、試合は振り出し、50ヤードのフィールドゴールトライということになります。スナップ高いが決定、ブロック。リードゴール決まりません。そして時計はゼロになっています。ジャージ明治学院大学、まずはディフェンスから始まります。ラインキャプテンの宮島選手が気合を入れます。サイヤードフィールドゴールトライ、キック決定、距離は十分だ、成功。タイブレーク1回の表、専修大学まず3点取りました。タバクの位置、その橋本が右サイド自分で行く、抜けてくる、ファーストダウン取った、ゴール前5ヤード付近まで持ってきました。ランニングバック21番橋本和樹のランプレー、小泉ですね、その小泉が自分で押し込むエンドゾーンへ倒れ込んでタッチダウン。
明治学院大学タッチダウン。この時点で試合終了です。ランニングバック32番小泉航平のタッチダウンラン、明治学院大学タッチダウンました。